はこんばんは、このみです。ということで本日はナイトルーティーンを撮っていきます。今からアフレコね。ということでしっかり鍵をかけて靴を脱いでこうです。したら手洗いとうがいをしに洗面所に行きます。はい、1日にはですね、ドンキで買った手でスタンプを押すと手のひらに泡が出るっていうめちゃくちゃ女子力高いハンドソープがあるので、そちらを使って手を洗っていきたいと思います。こうですこうだですね。あのさ、バッグにつけてるさ、イラスト屋のやつめっちゃ可愛くないですか？お姉ちゃんが買ってくれたくれたやつなんですけど、もうよかいでガーペちょっと早いんですけれども、もっとちゃんといつもはしております。可愛くない？イラスト屋のやつ、サンキューマートみたいなところで買ってます。まだいけるかな、いけるいけるあのハムスターの匂いがしてきたら変えてます。で、家に帰ってきたら必ずバッグを取って着替えるんですけれども、フードがでかい服ってマジでバッグを取るのが大変だよねっていう、しかもちょっともうごたついちゃってて全然取れないんだよねっていう、そういった話であります。はい、で最近めちゃくちゃコノさん女子力高いので、ビアージュのナイトブラをつけていきたいと思います。ちなみに今のはわかるよね、あれのモノマネです。ということで着替えます。はい、で、つけてみた感じがこんな感じです。で、めちゃめちゃ揺らしてるのにノンワイヤーなので揺れません。はい、それでは夜ご飯を作って食べていきたいと思います。バナナとかも置いちゃって生活感が溢れてますね。おにぎりなんか食べてないですよね。実はどんどん食べました。危ない危ない。普段はですね、コンビニ飯が非常に大半を占めているんですけれども、この日はちょっといい女を演出するために、私でもできる自炊、うどんを茹でるだけといううどん先生を作っていきたいと思います。こういうのって沸騰してから入れますか？はい、そうです。はい、ということでうどんが茹で上がりましたってことで、卵を乗せていくんですけれども、本当に卵とか片手で割れないし、しかもこの粘つきから見る感じがね、非常に可愛いかなと思うんですけれども、はい、そうしたらね、この昆布つゆなんかもかけちゃって料理ができちゃいますみたいな感じを装っていきたいと思います。はい、いただきまーすって感じで、この日はあのきしめんを選びました。で、気になるんですけど、みんなどういう感じの食事をしてるんですか？一人暮らしの方でも。実家暮らしはママのご飯、もうそれは聞いてない。一人暮らしの方、みんな何を食べてるのか気になるので、よかったらコメントで教えてくれると嬉しいです。はい、で、一人暮らしは栄養不足になってしまうということを小耳に挟み聞いたので、スーパーでこのみさんがスーパーに行って買ったもずく酢、これめっちゃ美味しかったんで、皆さんも見つけたら食べてみてください。きゅうりとかが入ってて、なんかすごく美味しくて、あのこんにゃくみたいなのも入って美味しかった。で、ご飯が終わったらマネージャーさんと電話でちょっとミーティングがあるのでしていきたいと思います。普段は携帯のメモに電話をスピーカーにしながらねやるんですけれども、今日は動画ということでノートとペンを用意して、まるであたかもいつもこのようにしています、いつもこのような仕事をしています、このように、装っておりますけれども、全て動画のために嘘です、これはこのような感じで、非常に最近ね、YouTube でしたりブランドのお仕事を真面目に考えてやっております。はい、ということで仕事が終わったらもうね、本日私がちょっと苦手なね、お風呂に入っていきたいと思うんですが、言っちゃいました、お風呂のこれ湯気を表しているポーズなんですけれども、ちょっと苦手だけど頑張ります。お風呂から上がりました。ということでね、見てください、このタオル可愛くないですか？半乾きって書いてあるの、
いやマジでこれは言わして、本当に言わしてほしいんですけれども、 TikTok とかあの YouTube のコメントとかで、あのいつぶりにお風呂入ったんこの時とか、わらわらみたいな、くさくさみたいな感じで言うのやめてもらっていいですか。ガチで毎日入ってるんで、いい加減してください。お風呂から上がったらですね、非常に秒で顔が砂漠化していくので、スキンケアをしていきます。スキンケア完成しました。ピカピカな感じで可愛くないですか。ということで終わったらもうチルタイムです。チルチルチルしていきます。いつも死んだような顔でテレビを見ています。最近ハマってるテレビがですね、 Netflix のダッシュお一人島、あれダッシュ島を見ています。1秒前までは普通にゲラゲラとケラケラとケラつき上げていましたけれども、ここからは瞑想タイムに入ります。日々の疲れやその1日起こったことを振り返り、周りの食べ物だったり家族仲間に感謝をして瞑想しております。瞑想が終わりましたらもういいだろうということで寝てやります。皆さんおやすみなさいといった感じなんですけれども、しっかりとアラームをかけてね、6時にかけて、絶対に起きれないはずの6時にかけて寝まーす。お前に本日はですね、皆さんに今日つけたリアージュのビューティーアップナイトブラをご紹介させてください。非常に、めんどくさがり屋なんですけれども、ナイトブラだけは非常に続いておりまして、本日はナイトルーティーンということなんですけれども、クセでもうつけちゃいました。ナイトブラ決して紹介なんかがっつり紹介とかそういう感じじゃなくて、もうクセでつけちゃいました。バストが大きいとか小さいとか関係なしに、寝るときにノーブラだったり、日中のつける用のブラジャーをつけて寝てしまうと重力によって乳が垂れてしまう、クーパーが伸びてしまう、クーパーということなので、皆さん寝るときは絶対につけることが必要なのです。いろんなナイトブラが売ってるけど、デザインを重視して選ぶより機能性を重視して選ぶのがおすすめ。わしのつけてるこのリアージュビューティーアップナイトブラなんだけど、機能性も完璧だし、ノンワイヤーだし、締め付けられすぎずにリラックスして寝るからおすすめだよ。気になった方は概要欄をチェック。はい、ということで、私がおすすめとするリアージュビューティーアップナイトブラのご紹介が、たっぷりすんだということで寝たいと思います。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。なんかうちんちの電気って2回押すとちょっと薄ぐらいちょっとエッチな雰囲気になっちゃうので、はい、おやすみなさい。最後の方も眠ってください。ありがとうございました。この動画が1ミリでもいいなと思ってきました。グッドボタン2ミリでもいいなと思ってください。チャンネル登録3ミリでもいいなと思ってください。コメントの方もよろしくお願いいたします。それではバイバイ。